ジャガー横田さんの長男くん、高校合格おめでとうございます。影井だよ、ひろきだよ、影井ひろきだよ。お寿司パーティーだよー。こちら見てください。うわ、美味しそう。すごい。ちょっと取っとこう。あのね、ちょっと盛るよ、ごめん。ちょっと寿司片手に盛るわ、ごめんね。ちょっと一回サムネちょっと盛らせて。最近か月盛りたい気分、本当にすいません。森まさこ、小森じゃん、森光子。ちょっとごめんなさい、ちょっと美味しそうに見せるためにちょっとガムテープで底上げしております。こうやってやったらなんかうまげに見えるかなっていう、安易な考えでございます。今日はお寿司を食べたい気分なので、はい。今日だってかげち朝から撮影があって、その後編集して今に至るんですよ。えらい、褒めた褒めた。かげちお仕事頑張ったよ、褒めた。お雑炊だよ。今日のぺちゃくちゃテーマはかっこよくなるために頑張ってるぞかげちのコーナーです。はい。最近かげち本当美意識上がりまくりすぎ。最近彼女さんができてから、もっと彼女さんにモテたいって、もっとかっこよくなりたいみたいな、彼女さんにエロい目で見られたい、そうね、かげちはね思ってて、もう頑張ってます最近いろいろ。それが成果に出てるかどうかわかんないんですけど、ちょっと自分磨き頑張ってるので、それを今日は語りながら食べようかと思います。いただきます。中節最初マグロから、すいません、あんな食品サンプルみたいな置き方してしまって、箸の持ち方が汚いのちょっと許していくと大変なので、ちょっと僕小島瑠璃子じゃないんで、すいません、綺麗めなタレントにはなれないです。すいません、いただきます。一周回って言わせて、マイウ、これはもうマイウ、すごい美味しい。前回の焼肉の動画でさ、もやずさんの動画にハマって、それでご飯を食べる動画を撮りたくなったっていう話をしたんですよ。それでもやずさんのモノマネをねめっちゃしたの。マイウキです、いただきます。おおみたいな、いましたよヒーホーが。そしたらなんと本人にバレました。コメントをいただいてですね、あんなにふざけたモノマネをかげちがしたのに、すごいご好意的なコメントをしてくださって、それでストーリーとかツイッターとかにも上げてくださったりとかして、もうすっげー優しいもやずさん、ありがとうございます。もやずさん、ちょっといつかもやずさんと一緒にね飯をむさぼり食えれるように、ちょっと僕かげち頑張るので、ちょっともやずさん見ててね。これからはちょっともやずさんも見てるので、ちょっとねふざけたモノマネはできないので、ちょっとなんて言うんだろう、敬意を表したモノマネしかしません。これからはもやずさん、もやずさんにいただきます。いましたの新生姜、いましたの新生姜、いましたの新、いましたの新生姜、いましたの新生姜。でかげちなんか美容のために頑張ってるって話したじゃないですか。で何頑張ってるかっていうと、もうねお金を使うなんか何タイミングというか、お金を使う場所がマジ自分磨きばっかりになった。これマジで変わった。だから今までもうだから9ヶ月ぐらいオタクしてて、1ヶ月何十万と推しのためにチェキとか取ってて、なんか自分のその身だしなみとか全く気にしなくって、もらい物の T シャツだけで生きてたみたいな。彼女できてからオタク辞めて、だからそれにチェキに使ってた分のお金を貯金に充てるのはそうなんだけど、服をすごい買うようになったの。この間も渋谷のマルキューメンズ館で服買ったの。もう偉い。服買ってなかったりとか、もらい物で済ませてたんだけど、やっぱ自分で服を買ってそれを着ることで、なんかすごくなんか、あ、なんか生きてると実感するわけ。お仕事頑張ったお金でなんか服を買って、でその服が似合うねとかってね言ってもらえたりするのがすごい嬉しいと思って、最近なんだっけ、ロマンティッククラウンっていうブランド、韓国のブランドの服がすごい好きで、それを最近着てます。清楚な感じが好きなの。清楚系の服がすごい好き。中身は全然清楚じゃないの。でも、いや、でも、いや、清楚だよ。いや、でも清楚だよ。前世紀の諸星のカー君よりは全然清楚。うまっ。待って、これ賞味期限切れてるじゃん。賞味期限切れてました。その、ぬめぬめぬめ。
醤油の生篠原涼子のぞ私とサンマと生醤油市村正親元気。あとはスキンケアとかもめっちゃ頑張ってて、のレカルカっていうブランドのスキンケアのラインがあるんですけど、ちょっとお高めなんですけど、それもこの間表参道で、表参道だよ僕が表参道行ってずっと切らしてて、なんかその前から使ってたんだけどレカルカの商品はで切らしてて、まあ後でいいやみたいな、後で買えばいいやって思ってて、ずっとそれが空いてて使ってなかった時あったの、そのレカルカのずっと使ってたやつを。そしたら使ってなかった時に初めてドンキで買った安いやつを使ってたんだけど、全然違うの、肌質がザラザラになったりとかニキビができたりとかしたから、自分でもうお金貯めて3万円とか一気に出して、そのレカルカのラインを買って使ったらまた肌質が良くなって、最近めっちゃね肌綺麗になったねってよく言われるの。と今どうかわかんないけど、今最近めっちゃ頑張っててレカルカのエステ、その肌のエステにも行くようになって、自分で買ってるんですっていう話したら、いいよ、うちのどんどん使ってよって言ってくださったりとかして、あのコスメをレカルカの方から、それでそれもたくさん使って、最近めっちゃ肌をね綺麗にできるように頑張ってます。もう目指せ小雪ビエラ。そういえば、そうこの間あのいつも動画で紹介してるレチシアクリニックでまた行って、4日前ぐらいかな、でヒアルロン酸とボトックス入れたの。そうまだねちょっと馴染んでるかどうかわかんないけど、ちょっと顔がまたっていうか、影ってさ、ボトックスとかヒアルロン酸とか入れてさ、顔ちっちゃくなったくない？マジでどう思う？顔ちっちゃくなったくない？絶対七尾でしょ。整形しすぎにはならないように注意しながら、ナチュラルにあの綺麗になれるように頑張ってます。埋没から目頭切開と、あと目の下の脂肪を抜いて、グラマースラインってあの糸を入れてなんか目をキュッてしてるんですけど、がっつりした整形は目だけなんですけど、それの時もできるだけナチュラルにやりすぎないように注意してくれてて、でもね、影地の動画を見て、その二重整形しましたとか目頭切開しましたって人がすごいたくさんいて、気持ちが変わりましたみたいな、決意しましたって言って目頭切開とかあの埋没とかしてくれる人がすごい増えたので、嬉しくない？だからこの動画でも、ただそのお仕事だからあの紹介してるってだけじゃなくって、本当でガチでさ通って、ガチで人生かけて整形してもらってるところで超おすすめだから、これはなんていう、なんか仕事だからなんかいい風に紹介してるって思われたくないの。ほらだってさ、目とかもさ今こんな感じなんだけど、全然整形してるって言われないから、ほらこうやって目つぶってもナチュラルだから、すごい目頭切開とか埋没とかも全然取れないし、埋没とかももう2年ぐらい経つかな、2年ぐらい経ってるんですけど、ずっと二重をキープしてます。めっちゃ綺麗じゃない、この二重幅とか。あ、そう、4日ぐらい前にそのレシアクリニックでボトックスとか行ったって言ったじゃない、動画撮ってるのでちょっとそれも見てもらいたいと思います。どうぞ。レッドシアクリニック来ました。ご飯食べてる動画がつながってると思うんですけど、僕いつも月1ぐらいでレッドシアクリニック通ってて、で今日はいろいろあのメンテナンスをしたいと思います。メンテナンスやばくない？メンテナンスとか言うんですよ。いやマジでキャバ嬢と同じ生活してますから今。違う絶対違う。相澤エミリーって呼んでください。あ、そうですね。シワがいっぱいあって、グッと感動。まあ、エラトシ少なめで、多い。はい。日焼けですね。はい。お願いします。前から何回かやってたエラボトックスとあとヒアルロン酸、3ヶ月とか半年に1回入れた方がいいよって言われたので、今日もそのボトックスとあとのヒアルロン酸でちょっとだけキュッてして、より顔の形を細くシュッと見せるようにするんですけど。
で、プラスで今日はあのより綺麗に見せるために僕やっぱめちゃめちゃ喋るとき、今も多分そうだと思うんですけど、ここの眉間とおでこにめっちゃシワが寄るんですよ。ほら、誰が小沢仁志だ言うてますけども、ここを喋ってる時とかにシワが寄ってすごい印象が悪いのでなくすために、初めてなんですけど、そのボトックスをおでことあの眉間にも入れていきます。その肩にもボトックスを打つとあの筋肉が緩まって肩こりも治るらしいので、いろいろやっていきたいと思うので、あのゆっくりあのエンジョイしてみてください。どうぞ。印をしてるんですか？そうですね。ここだったら、どこしか。ナチュモリ。終わりました、肩ボトックス。お疲れ様でした。ありがとうございます。大体どれぐらいで効くんですか？大体顔とかだと早い方だと3、4日ぐらい、そういう方だと1週間ぐらい効いてくるかなと思うので様子見ていただいて、はい、肩とかも多分同じぐらいちょっと重たく感じる時期があると思うんですけど馴染んできますので、すごいちっちゃくなってくるとかはやっぱりちょっと数ヶ月かけかなと思います。様子を見てみたいと思います、はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。見てもらえましたか？顔ちっちゃくなってるかな。顎がちょっと出たからよりシュッて見えると思う。ちょ、まださ1週間経ってないから効果完全に出てるわけじゃないんだけど、ここちょっと顎出てるからEラインが綺麗になったと思うんだけど。広末涼子です。キャンドルジュン、ライク。ボトックス打ってもらって、こう眉間と、ほら見て、ほら、え、あ、ちょっと待って、びっくりしてるわ、自分でも。鏡で見てなかったから。ほら、ほら。見て、ここ全然シワなんなくない？めっちゃさ、喋ってる時もさ、綺麗に見えるじゃん、これで。なんか、変な、うーんみたいな、グニューみたいな顔がなくなったから。おぉ、いいじゃん。え、いいじゃん。効果もだんだん出てきて、ちょっとこれからも定期的に、あの、ヒアルロン酸とかボトックスとか入れたりして、まあ、美肌の、施術とかもしてるのでいろいろ通ったりして、家でスキンケアだったりとか髪型だったりとかいろいろ自分磨きこれからも頑張りたいと思いますので、ちょっとこんな影地をどうかよろしくお願いします。チャンネル登録とかもぜひよろしくお願いします。励みになります。はい、ということで以上、高橋ジョージでした。三船美佳見てる、バイバイ、バイチャミン。